さて、本日は、市村が教える、カービングということでですね、今日はこちらよーみーこに教えていきたいかなと思います。めいこさ、じゃあまず一つ目にカービングには興味ある？あります。ある？ある。分かった。じゃあめいこにその俺なりのカービングを教える。で、他の人とかいっぱいね、カービングを教えるの上手い人いっぱいいると思うから、俺のは一つの方法というかまあ意見というか、それで取り入れてもらえれば。はい、はい、ですか？じゃあめいこさ、はい、カービングはさ、どういうイメージ？板が立ってる。おお、いいね。あとはない？ない。ない。なるほど、いいよ。じゃあめいこにとってカービングってのは板が立ってると。立ってる。それ正解。はい。俺が今から教えるのは、まずはその板を立たせること。まずはその板に頼りましょうっていう話です。はい。板に頼ってください。頼ります。もうその板はもう存分に使ってほしいんで、まずはその板を立たせることから始めたいと思います。はい。板を立たせること。まず、はい、上半身何も意識しないで、もうずっと、まあ、手広げなくてもいいし、この状態、まあ、ちょっと広げようか。ちょっと広げて、ちょっと広げてもらって板を立たせて、まっすぐ上半、こうなんか上半身ねじったりとかはしなくて。どうする？行く？体を傾けるだけ。体傾けて板を立たせる。こう、こういう状態。こう。を今から俺やる。でも板立たせただけでこんな曲がってきたでしょ。それがまずカービングの大事なポイント。そこに今ちょっとなんか最初ちょっと怖いっていうかって言ってて、それを安心させるために次やることが重点。こうさっきは棒立ちだったよね。棒立ちだったのを例えば。フォーサイドに入った時
復習すると板を立たせます。で荷重していきます。上半身をねじっていって後ろ足にこう乗っていく。で最終的にテクニカルだとここまでとかいくけど、ここまでしなくてもいい。でも大事なことが一つ、こういう状態、これだとそういうフォームっぽい、うん、そうなりがちなのはお尻が出ちゃう、頭が常に板の上に頭お尻重たい、人間の重たいのが板の上に乗るようというのをちょっとやってみよう。いいね、分かりやすいよ。お尻はしっかり乗ってました、うん、でも頭がここに行ってないんです。あそう、ね、頭使ってないから板こんなになっちゃってる、浮いちゃってる、うん、それで危ないから頭をしっかり重図の方に持ってきて、うん、全部使う、うん、もっと乗れる。それ今前に乗っちゃってる。後ろに乗りながら前、フォームで言うとこういう板がこうあってこういう風に、で言うとするとまだ若干止まろうとしてる。そのまま行っていいんだよ。ちょっとなんか恐怖心がある、グラグラする。いいんだよ、頼りになっていた。行くから、板立たせてしっかり後ろ足に乗ってるでしょ、ギューンって行ってくれるから。ちゃんとお尻がこっちに乗って頭がこっちにある状態だったら普通に行ってくれる。板立たせるだけで、で立ってたから行ったでしょ、行くんだよ。でもそれをあえてブレーキしてるね。今の状態だとそうしっかり板回ってる、だってもっとね乗っていい。
いいね、乗ってたよ。後半乗ってたでしょ。そう、止まらなかったもんね。頼りな、今まで頼ってなかった。全部体で持ってこうとしてる。頼っていい、頼る、はい、頼るためにはでもお尻と頭とか、うん、板立たせる、そうそうそう、板を使ってあげない、頼るために、頼る準備がしてる。いっぱい頼ってください。どうでした？とてもいい講座になりました。よかった、はい、よかった。ということでですね、市村が教えるハービングターンでした。これ見てね、メイコができてるんだよ。みんなできると思いますでしょ。誰でもできると思う。誰でもできるけどやらないっていうだけだから、ぜひ皆さん意識してみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。